次のゲストはこの選手です。デリカン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 、どうもアミアスリートクラブシャークスのクス安成です。ちょっとあれですね、あの落ち着いた感じでちょっと緊張します。ホップステップでそこに入ってジャバラ折りになっちゃいます本当に。あ、どうぞ。あ、すいません、失礼します。めっちゃ人気だよね、あれ。はい、あのギャグ本当ですよね、うん、本当になんかノリでやってみたものの結構キャラになって、いや、この YouTube 始めて、はい、クスファンがめっちゃ増えた。あ、本当ですか。うん、やっぱ、ね、ありがたいですいいとこ持ってってる。あのアブラハムといい。あ、まあそうですね、うん、もうあれは本当にいい、なんですかね、僕にとってもいいなんかつながりだったかなと思いますね。うん、本当に、ね、漫画にもなったしね。そうですね、本当になんか綺麗にこうアブラハムが南スーダンで代表に選ばれてからとか、うん、あの南スーダンのなんか国のこうについてっていうところをこうずっとやってきて、でオリンピックにへの取り組みってところで僕とか、うん、まあ、横田さんとか、うん、トレーニングした時のことをめちゃめちゃ綺麗に書いてくれてたんで、うん、本当になんかいろんな人にもっと見てほしいし、ね、伝わってほしいし、ぜひ読んで、漫画あるんで、はい、あの読んでください。素晴らしい。で今日はね、はい、あの焚き火を囲んで、そうですね、楽しい話をしよう。楽しい話ですね。会議なんですよ。で、うん、はい、台本ないっていう、はい、もうその時浮かんだ質問をお互いしていくっていう、はい、コンセプトですけど、はい、でももうクスが来て何年、もうあれ何、2018?7?7 ですね。7か、はい、もう4年、じゃあ1年目だじゃん。もう1年目から来てた。そうですね、1年目の終わり、嘘だ、違う、夏くらいかに合宿で行って、でまだ加入はしてなかったです、その時は。そっか、はい、合宿に参加したっていう。いや、まずその頃と比べるとさ、どう変わった？変わりました。メンツも変わってますけど、なんかメンツでもさ、半分はいるじゃん。え、そんなことない。ランちゃん、クス、タモですね。ニーヤさんはまだその時はいたじゃん。いましたね。うん、そっか、半分は。どうか、どうか。クスも変わったよね。僕が変わりました。そうだよね。はい。僕はおそらくこの3年でめちゃめちゃ変わったねって言われてる回数多い気がしますね。うんうん、やっぱさ、シャークスがまあ去年の4月から発足して、はい、でもぶっちゃけ、はい、しんどい。そうですね。なんかこう、俺もさ、はい、あのチームをやってて、コーチっていう立場もあれば、はい、その経営者っていう立場もあって、はい、コーチとしてと、それこそ選手として、はい、もっとこうしてああしたいっていう部分と、はい、一方でこう、ね、お金を生まなきゃいけないとかっていう部分のプレッシャーだったりとか、はい、でそういう中でこう、まあ、競技をしたり経営者をするっていうのは、はい、結構しんどいじゃん。で俺はぶっちゃけしんどい、はい、でもなんか今年、まあ本当に本腰を入れてオリンピックにチャレンジするっていうタイミングでシャークス作って、うん、まあ、責任感持ってこうスタートするっていう意味で、まあ、選手を雇って一緒にやってこう、うん、オリンピックまで駆け抜けようっていう風にやってきたんですけど、今年しんどかった。今年しんどかったね。いや、しんどい瞬間があったなって、まあ、ただ気持ちが全く切れなかったので、うん、なんかそこは本当に周りに感謝だなと思うんですけど、しんどかったけど、で何がしんどかったじゃん。いや、なんか終始の前だから言っちゃう、はい、何なんですかね、怯えてた感じがありました、うん、ずっと何かに追いかけられてた。いや、そんな感じはありました。なんかで、何かこう誰に何を求められてるわけでもないけど、何か自分をこう、なんだろう、取り繕うじゃないですけど、うん、こうこのスタンスで俺は生き切るっていう覚悟で臨んで、なんか余裕がなくなった瞬間はなんか 2,3 度あったような気もしますね。3,4回あったかもしれないです、うん、でも一方で、うん、あ、シャークスやったからクスが成長したのがめっちゃ多い。そうですね、うん、なんかやっぱり僕今までなんだろうな、ぶっちゃけなんか人とちゃんと向き合わずには生きてきてたんですよ。いや、だって人と向き合わずに生きてきて、はい、生きてきてて、で、なんかやっぱ
笑顔でやり過ごしたりとか、キャラでもいいじゃんいいじゃんっていうような感じでこう、なんだろう、その場を乗り切るみたいなのが僕のスタイルで、で、学校の時、学生の時も別に学級委員長やってたわけでもないし、うん、なんか応援団長やってたわけでもないし、部長をやってたわけでもないんですよ。そういう感じでずる賢く生きてきたタイミング、生きてきたんですけど、で、ここで、でもそう自分で言えんの通よね。そうですね。で、なんか当たり障りなくみんなに好かれて、なんか生きてきたんですけど、まあ、彼らが入ってきたことによって彼らの人生を預かる立場になって、うん、で、もちろんあいつらは、アスリートで未来をこうしっかり考えてる2人なので、なんかその夢のためにもなんかしっかり向き合って話さなきゃいけないし、シャークスの現状をこうちゃんとあいつらの環境を守るためにも向き合わなきゃいけないっていうので、多分冬、去年の冬とかに横田さんに相談してたと思うんですけど、なんて声かけるか分かんないっすみたいな、あったじゃないですか。難しいよね、本当に。なんかどこまで、まあ彼らは結局なんかしっかりやってくれるのに、うん、こっちが勝手にこう焦って声をかけたくなっちゃったりとか、うん、それこそ結果に目がいってしまう瞬間があったりとか、うん、そういったところで、まあ、チームの中でここ1年半でこういろんなことがあったんですけど、それで。でもなんか3人ともなんか成長してていいよ。そうですね。なんかよくこのそれこそ1年半の間にまあよくこの3人はチャレンジして成長してるなってすごい思うから、はい、そうですね、うん、こんな人って変わんだっていうか、そうですね、うん、すごいなって本当見てて思うけど、うん、クスとシャークスはどこに向かう、はい、そうですね、まあ、なんかシャークスっていうところではやっぱりなんだろう、人にこうなんだろう、僕はチャンスをこう与えていくことだったりとか、スポーツの価値っていうところを還元、まあ、アミとか世間にこう還元していく象徴っぽいチームにはなっていきたいなと思ってて、うん、僕らはこう需要のないところに需要を作るっていうところで中距離でプロチームっていうのをこう立ち上げて、でそこでやっぱりやったからには僕らだけで終わっちゃいけないっていうのは使命感として、いや本当そう思う、あるし、なんか本当にもっといろんな人にチャンスが回っていくように僕ら自身頑張んなきゃいけないし、僕らから派生していって中距離チームだったり、なんか あいつらでもいけんだからいけんじゃんって思ってくる人たちが増えるっていうのもなんか僕ららしくてなんかいいのかなっていうのと、そうですね、まあ僕自身はもっとこう今年それこそ最初喋ったアブラハムとの出会いとかで、なんかやっぱ僕はいろいろ使命感をこう持って競技を続けてきたつもりだったけど、それでも気づけない価値観だったりとか使命で、もう国を背負って彼は戦っていて、うん、本当に共感できたし、うん、なんか、なんか泣きそうになるくらいなんか感情移入しちゃったし彼にっていう瞬間が、はい、正直さ俺らがやってることとかってさ綺麗事並べてもさ、はい、アブラハムのさ、うん、競技にさめっちゃ勝てない。そうなんですよそうなんですよ。でなんか本当に僕のなんだろう、次のチャレンジとしてなんかここでこう、まあ、まだ何も始まってないですけど、このアブラハムとの出会いとか僕が教わった価値っていうのをなんかもっとこうアミの子たちも伝えたいし、うん、世界にも発信したいっていうところで、なんかアブラハムを一つアミがバックアップして支援していくっていうのが、うん、一つ目標として出てきて、なんかオリンピックっていうのはやっぱりいろんな出場するっていうことだけでなんか終わらずに、うん、本当にチャンスで夢があってスポーツ、それがすごい
なんかスポーツの価値だし、うん、オリンピックのある意味だと思うので、この出会いを大切にして、まあ、どういう関わり方かは、うん、まだこう彼と話しながら、うん、皆さんに支えてもらいながらだと思うんですけど、うん、なんか僕がこのままオリンピックお疲れ様で終わらせるっていうのは、うん、思ってない。かっこいい。それ聞いたことないんだけど。この10分で掘り出せたのは結構、ね、成果な気がする。はい、そうです。いや、なんか本当にそれはちょっとジョインさせて、はい、うん、この合宿で思っていて。あ、そうなんだ。はい、で、まあ、今後こうシャークスが向かっていくところで、うん、僕たちはもちろんアミ、アスリートクラブとして、うん、日本人の中距離選手の雇用っていうのを増やすっていうのも一つの使命ですけど、うん、じゃあ子どもたちに、うん、スポーツってじゃあ何のためにあるんだろうとか、うん、結果を出すことが偉くて、うん、出せないからダメなのかっていうところは、うん、やっぱ子どもたちのスポーツって中には絶対あると思うので。うん、それを体現している選手って僕らよりも彼だなっていうのをこの半年で本当に感じたので、なんか日本人とか日本のスポーツ界にとっても彼が何かを還元してくれるっていうのはいいことだし、日本のこう力をこう彼を通して南スーダンのスポーツに還元できたら、なんか一つ僕の生きてる意味なのかなっていうのは感じてるんですよね、この半年。いや、もうそんなこと言って、いやでもなんかもうちょっとそろそろ時間だと思うんだけど、はい、なんかその、はい、僕がまずその経緯としては、はい、あのジャイカさんの、あの、うん、からお話しいただいて、はい、その南スーダン出身のアブラハム選手が前橋市でトレーニングしているところ取材に行かせてもらった、うん、でそれをまあその記事をクスが別に読んでとか言わずに読んでくれて、でもうすぐに会いに行きたいですって、うん、言ってくれて、でじゃあ行く人みたいな感じでクス行きたいって言ってか行く人って言ったら、まあ、クスとランちゃんが来たみたいな経緯だったんだけど、はい、そのなんか一歩がすごい嬉しくて、俺的に、はい、なんか正直俺僕がそのコーチング以外のことをやる意味っていうのは、僕が世界を広げて、はい、そこを通して選手が何かを感じて次のアクションを起こしてほしいって思いが実は結構あって、はい、伝わってるか知らないんですけど、はい、本当ですか、はい、いや、あのクス選手に伝わってる、はい、めちゃめちゃ伝わったっす。でその中でそういう特にあれってすごいこう、うん、アブラハム選手の出会い僕にとってもすごいあのすごい出来事だったので、はい、それをこう次のアクションにつなげてくれたのはすごい嬉しかったし、はい、そのトゥラップスがあるすごい意味だなと思ったんで、はい、もうその活動は本当にクスがぜひ責任を持ってやってもらいたいなと思うし、はい、応援します。本当になんかここ来てなかったらチャンスはこのチャンスもなかったと思うし、うん、正直そのびっくりしたんですね、彼と出会って、うん、びっくりすることが多かったので、まあ、もっと知りたいし、まあ、いろんな使命感もあるけど、うん、結局あのいいやつじゃないですか、うん、だからなんか仲良くクスさんでもボックスさん、ラ、うん、ンちゃんなのにミスター横田そこだけは、ね、はい、リスペクトを感じましたありがたい、本当にいいやつ本当にいいやつで、あいつと仲良く、なんか近くなのか分かんないけど一緒のこう、なんだろう、いろんなことを共有しながら競技できると、うん、僕のなんかまた次のステップに向かうための力になるかなと思うので頑張りたい。そうですね、本当にじゃあアスリートとして本当やっぱそういう活動を通して、まあ、シャークスもそうだけど、こうスポーツの価値っていうのを、まあ、考えながら伝えていくっていう感じですかね、はい、まだまだこう力足らないので、まだまだもうじゃあ終わらないね、旅が。いや終わらないですね、長いね、まだ本当楽しいですね、本当楽しく競技させていただいてますね。じゃあということで、ホップステップジャバロイで帰っていきたいと。皆さん静かに、こうおしとやかな、そうです、ね、しっとりした感じで、あの出て。わかりました。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。ホップステップジャバラ折り。あ、これ取られてた。こっち、あ、ありがとうございました。